はい、オープンし、推進寿司です。はい。今日ちょっとみんな出てまして。I met two men on this day. One of them changed his job from working in a private company to a governmental official because of the Great East Japan earthquake. The other person is a public worker who had a leading role in a government project for the city's recovery. On this day, 10 years after the Great East Japan earthquake, what are their thoughts? なんか地元に貢献したいとか、地域に関わりたいとか、考えたことなかったんですよね。で、早く東京に行きたいっていう気持ちが強くて、で、大学で上京して、都市部でビジネスパーソンを始めて、で、気づいたら自分の田舎よりもっと田舎に来ちゃった。気づいたら9年目。長いようで短いようであっという間だったような気もするし、本当に長い道のりだったよりも感じますかね。後悔ってありますか？後悔はないです。自分自身がやってきたこと、自分の周りにね、たくさんいらっしゃる仲間たちと取り組んできたことに対して後悔は一つもないですね。僕にとって釜石っていう場所はかけがえのない場所だし、初めてふるさとっていう気持ちを持ったんで。震災発災時は私前の保健福祉部にいて、高齢者施策の方を担当したんですけども、その時やっぱり復興本部で活躍する島田前副市長とか佐々木勝前事務局次長とかの姿を見て、俺も復興の業務に携わりたいというすごい強い思いがあって、実は飲み会の場で2人と飲んだ時に、僕も復興事務局に仕事したいんですみたいな話をしたところ、それが直接的な原因かどうかは分からないですけども、その次の年に復興本部に異動になって、実際に来てみたら業務があまりにも大変で、最初の半年はもうずっと失敗したなって正直思っていました。ただその結構俺ってその気にしやすい体質っていうか性格だったんですけど、気にしいって言われたんですけども、復興本部に来てそのあまり気にしないようにする習慣を自分で意識づけて、そうやって毎日を暮らすようにしていたらば、その時は気になりますけども、翌日にはその傷が例えば4分の3ぐらい減ってるとか、翌々日には10分の1になってるだとか、そういう自分の精神的なその成長を感じた10年だと思っています。そう成長させたのも、成長してくださったのも、やっぱりそのさっき背中を追いかけたという話をした島田さんであったりだとか、勝さんであったりだとか、あとは石井さんであったりだとか、そういった人たちのその頑張りを見て成長できたなと思いますし、その方々に多分にいろいろな教えを受けて自分自身が成長できたなと思っています。Mr. Ishii and Mr. Kono started working together at the same location in the fall, 1 year after the disaster. During that time, the disaster victims started living in their temporary houses, and 1 year passed. As a city official, I asked the two men what they felt during that time. 最初に釜石に来たのは26歳の時でした。2012年の10月末ですかね。で、釜石市の復興系の部署の事務局に席と PC を間借りして、マスケット職員のような形でこちらに来て、で、事務作業のお手伝いを始めました。封筒にひたすらお便り詰めたりね、説明会で椅子並べたり、あるいはいろんなですね、企業さんが
何かしたいっていう形で釜石に来てくださっていて、まあ、良くも悪くも玉石混合で本当に町のことを思って何かしたいっていうふうに言ってくださる方もいれば、まあ、これ何か売りたいだけなんだなっていう方も正直いらしていて、で私はまあ民間から来た背景もあったんで、ある種 その一時窓口みたいなことを始めるんですよね。私がその所属している復興推進本部事務局っていうのは、宅地の整備であったり復興住宅の建設であったり、被災された方々の仮設住宅での暮らしのサポートであったり、そういった部署をまあ統括する復興の司令塔的機能を担っています。その中でも一番大きい仕事としては、住民合意形成による復興まちづくりのための復興まちづくり協議会の運営っていうのが、まあ、ウェイトが非常に大きかったです。で、ある種当時って本当に毎日のようにこう住民説明会をしていて、何がどこまで進んでいるのかわからないっていうことを言われていて、で少しでもその市役所のスタッフのストレスを減らしたいっていう気持ちで、じゃあいろんな部署回って各事業で何がどこまで進んでいるのかっていうことをグラフにして可視化にして、市民の皆さんに対して共有をしていくっていう取り組みを始めたり、で市の示した計画に対して意見をもらって、その意見をその担当部局につないで、こういう意見があったので計画をこう変えれないかといった調整をしたりだとか。しんどかったのはやっぱりその住民の方々が復興の事業が遅れて、で家を建てられる時期がまあどんどん押していくと、まあそれっていうのはその人たちのそのライフプランを変えてしまうっていうことで、やっぱりそういう遅れを説明する住民説明会では罵声が飛んだりだとか、まあ本当にこう私その司会をやってたんですけども、まちづくり協会のまず皆さん司会者を見てそういうことをもうおっしゃるじゃないですか。で、まあ、自分自身としても受け止めなければいけないし、そういう場が一番しんどかったなというふうに思います。本当に申し訳ないなというふうに思いました。The government tried to help with the recovery of about 4,000 families who were affected by the unprecedented disaster. The amount of work needed to be done was unimaginable. On the other hand, the unforeseeable future of the recovery project increased the uneasiness of the residents.While receiving all sorts of government criticism, the city officials continued their work. 本当にやるべきことが多様なんですよね。多種多様な領域、そう、住宅再建、コミュニティ再建、産業再生、産業支援、あるいはその復旧復興が終わった後を見据えた街づくり。じゃあそれってもう全部じゃんと。それから、まちづくり協議会で一番印象に残っているシーンが、その復興が遅れる状況でありながら、ラグビーワールドカップ2019の開催を決定したあたりですかね、仮設に住んでいる人たちから、復興よりもラグビーなのか、ワールドカップなのか、ワールドカップをやめれば復興が加速するんじゃないのかといった意見が出されたときに、これはもう職員は誰も答えられないんですよ。一方でこの町をみんなで所有していると、この地域をみんなで作っていくんだっていうその気持ち、前向きな肯定感だったり積極的な関わり、シビックプライドって呼ばれるような言葉でもあると思いますけど、なんかそうしたものを改めて紡ぎ直していくっていうのが、長い目で見た時には被災地復興の行政機関が留意すべき一つの視点なのかなっていうふうに思いますね。その時に市長が、私は復興も完遂させますし、ラグビーワールドカップも成功させます、両方実現させますからというような、その強いそのビジョンとパッションを住民にこう示してくださったんですね。その時に、ああよしやってやろうというような気持ちになった、その印象的なシーンだったと思っています。まあ、そんなことをしていく中で、この地域のコミュニティ支援、あるいは地域の現場側と行政側の間に立ってコーディネートをしていく、
機能を作っていこうっていう釜炎隊のプロジェクトに、着手をしていくと。After 1 year of experience, Mr. Ishii felt that outsiders like himself can become a middleman for the recovery project to go smoothly. Mr. Ishii negotiated with his boss and started Kama Entai. It is a group of recovery supporters that is composed of the people from the private sector outside Kamaise City. Mr. Kono also became a council member of Kama Entai. 今でも覚えてるんですけど、副本部に9年前に赴任して島田さんにまず言われたことは、とにかく外部の力を借りないと釜石市 の, その職員だとか釜石市内の人たちだけで復興は成し得ないんだよ、やっぱり外部の人たちの力を多分に借りて、それで、復興を進めていかないと釜石市は再生しないよ。なので釜炎隊が来た時もそういう気持ちで、まずは釜炎隊の人たちと対話していい部分を見て、で、この人たちをどう生かせば、どのピースにこうはめていけば釜石市の復興が加速するか、そういう視点で私は釜炎隊を俯瞰して見ていたような気がします。自分じゃできない部分を釜炎隊の人たちにやってもらえれば、それを成果横取りするってわけじゃなく、市全体の成果としては断然上がるよねっていうふうに見れば、こう釜炎隊のサポートに回った方が全体の利益になるなって、そういう、こう視点に立って釜炎隊と接していましたね。Kama Entai could be realized because it was in Kamaise City, said Mr. Ishii. Northeastern Japanese people usually don't want outsiders. いやーねー、寛容。いやーだってねー、どこぞのあれともわからぬさ、なんだこのカタカナの多い変な若いやつはという時代から温かく受け入れてくれて、で、おそらくですけど、僕がこっちに来て最初に語ってた言語とか説明してたこととか考えとかって、なんかもう時にはトンチンカンだったり、わけわかんなかったり、いやそれは違うようだったり、いろんなね、きっと感情を持つ起因をしていると思うんですけど、でもそれでも受け入れてくれて、で僕がやってみたいことを認めてくれて、気づいたら必勝になってたっていうのはやりすぎかもしれませんけどなんかそういうね、多様なものを受け入れるっていうことを背中で見せてくれた先輩方ですよね。釜炎隊の方々が見ず知らずのこの釜石に来て、復興を推進するための各種取り組みにこう尽力する姿を見て、私は非常に勇気をもらいましたし、その方々に例えば調整をお願いされたりだとか、困ったことを相談されたりとかした場合は、絶対に不安なところを見せちゃダメだと思って、いやこれは俺がやるから大丈夫だよっていうような、その、感謝の気持ちをそういった姿勢で還元するというふうに思った、これまでの8年間だと思っています。本当は自分は内面にあるのはすごいこう気にしいだし、メンタルも決して強くないんだけども、少なくとも人前ではこう不安なところは見せないように、自分が不安なそのものって他人はもっと余計にこう不安を感じてしまうので、少なくとも自分は例えば住民の前とか、被災された方がこう申請書を持ってきたりとかという場では、その自信を持って笑顔で、復興推進部事務局の近野久志という職員を演じるようにしてきました。逆に釜炎隊の方々と接して、その強くそれを思うようになったんですよ。だから釜炎隊の人たちをよく私がサポートしてくださってありがとうというふうに言われるんですけども、実は私こそが釜炎隊からそういうことを教わったと思っています。で、ある種、こうした釜石に新しい人の流れを作っていきながら、中と外が連携をして新規事業を作っていくっていうような取り組みから
この釜石市の地方創生全体を見るような立場に徐々にこうシフトをしていくわけですけど、2015, Mr. Ishii and other city officials established Open City Strategy. This is a strategy to solve problems that existed even before the disaster, such as declining population, local economic regression, and declining of governmental services. This is a statement of the determination to change their goal from disaster area recovery to the pioneer of regional revitalization. まあこれは当時50人のワーキンググループに次世代高校生も含めていろんな方々にワーキンググループに参加をしていただいて、まあ、そこで挙げられた意見だったり釜石がこんな風であったらいいなって話をたくさん聞いて、その中で街を開いていくっていうことにかけたんですよね。その震災から5年経ったタイミングで復興支援で来ていた人たちが卒業されていったり、支援で入ってた NPO、NGO さんたちが卒業していくようなタイミングでもあって、じゃあ5年間やってきて、次の5年間どうやってこの町に人や資金や情報の流れを改めて呼び込んでいくんだろうな、どういうコンテクストを見出すのかな。なんかその僕なりの言語化がオープンシティだったってことだと思いますね。なんか何をもって復興したと言えるのかっていう話なんだと思いますけど、いろんなテーマあるんですけど、なんか本質的に一番重要であり、おそらく今後も町の資産になっていくと感じるのは、この経験そのものだと思うんですよね。多様な人たちの中から地域で価値を生み育てる。で、このことをある種体験談として語れて共有できる人たちがネットワーキングされている状態こそが、僕はある種この町づくり、復興まちづくりや地方創生の一つの結実、結果だと思うし、なんかそれは今後釜石がどんなまちづくりを目指すにせよ土台として大切な財産の一つになっていくんじゃないかなと思いますね。釜石 City worked together with international companies and academic institutions and brought many people into the city.On the other hand, there were many people who could not reveal their home or businesses at that time. City officials also had conflicting thoughts such as, we need to prioritize our budget for supporting the victims' lives. The Rugby World Cup in 2019, held in Kamesi City, represented this conflict. 私はそのラグビー経験者で、シエブスでも、ちょっとプレーした時があったんですけども、そういうラグビー関係者でもラグビーワールドカップはまた別物で、この小さな町でしかも被災した釜石市で開催するべきではないんじゃないのかといったその迷いはずっと持ってました。ただあのゲームはですね、フィジー対ウルグアイ戦の前に市内の全小中学生を招待して、その子どもたちが
自分たちで作詞した ありがとうの手紙、サンキューフロム釜石という歌を合唱してくれたんですね。それ私もあの当たりにしても涙が止まらなかったんですけども、実は子どもたちに夢と希望を与えるためのゲームが、それを見た大人たちがこの町のに夢と希望を持てたんじゃないのかな、そういう子どもたちとの関係性が築かれたことがあの大会のレガシーなんじゃないのかなというふうに思っています。 Another reason they made so many connections is to pass down Kamashi's traditions. We want many others to realize Kamashi's efforts. We hope our experiences will help others with recovery from disasters in the future, said the two men. 実際あのコロナでね、ちょっと延期になったりとかしてますけど、釜石市の防災教育だったり市民共同のまちづくりのあり方をインドネシアに出していこうって話が進んでいて、でこうジャイカさんと議論を進めているもので、町がこれまで培ってきたもの、震災後の復旧復興の取り組み含めて、じゃあ全く異なる環境の人たちに対してこのノウハウ移転をしていくこと自体って、実は釜石にもメリットあるんですよ。他者に対して自分たちの経験を伝えていくっていうことが、自分たちがその経験を自分たちの地域で伝承していくことにつながるんですよね。私もインドネシアの、スラウェシ州に出向いてですね、釜石の復興まちづくりのそのレクチャーをした時に喋った言葉なんですけども、インドネシアではドラえもんが非常に人気があるアニメで、まあ、それを事前に聞いてたので、現地でまあ一通り説明した後、最後に復興の現場にはドラえもんのようなショートカットの道具を出すスーパーマンはいないんだよ、結局は愚直に地味な業務を住民とのその説明会であったりとか、そういったのを積み重ねることこそが一番の近道なんだよっていう話をした時に、まあ、その人気アニメドラえもんと相まって、まあちょっとおおっていうふうなまあ言葉をもらって、まあそこに尽きると思っています。やっぱりそういったその地味なことを愚直にやることの尊さみたいなのは、この復興の現場で9年間やってきた自分自身の中の誇りだと思っています。この 3.11 からの復興の中で、阪神淡路大震災の時に活躍された方とか、中越地震の時に活躍された方が、まあ、本当にこうね、応援をしてくださっていて、僕たちはそういう学びを得ながら自分たちなりの探求をしてきたっていうふうにまず理解をしています。ですからこれから大きな災害や震災復興の場面に日本が直面をした時には、なんかこの東北で実際に起きたこと、東北で実際にやってきたことがちゃんと日本の社会に還元されていく形を作りたいですよね。なんか僕もその一助になりたい。うん。As city officials, Mr. Ishii and Mr. Kono lived 10 turbulent years. Lastly, I asked the two men what they learned from overcoming difficulties, their legacy of resilience. でも多様性ですかね。ダイバーシティ。僕自身もおそらくその多様性の一つであったように思うし、多様な人、多様な企業、多様な資金、さまざまな機会を釜石に還流をさせるための試行錯誤をしてきて、地域と地域の外の交流やつながりからいろんな試行をしてきたっていう、この経験こそが僕は最大の資産だと思う。この資産は誰にも奪われることがないから、なくならないし、
で、この多様なものから何かを生み出す、何かを見出すっていう土壌を持っているってことは、次に向けた大きな資産であり、大事なアドバンテージだと思います。自分にとってのこの復興の、まあ、震災10年のそのレガシーっていうのは、まあ、花になるより根となれということだと思っています。つまり、被災された方々の復興の花というのがきれいに咲くように、我々復興本部の職員、もしくはそれ以外の関係する職員が強い根となって支えていかなければならない。それこそが責務だと思ってやってきました。そういったところで、まあ、この10年で、まあ、まだその全ての方が自立再建を果たせていませんが、まあ、節目として、そういうふうな強い根になれたのではないかなというふうに思っていますし、それが自分にとってのレガシーだと思っています。 In April 2021, Mr. Ishii finished his 8.5 years term and moved on from the city hall. Mr. Kono took over the role of director in Open City Promotion Department. Two men who reached this big milestone decided to challenge themselves back where they are, showing gratitude for their hometown, Kamaishi.